皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは開業初期の教室集客、結果を出すなら質より量ということについてお伝えしていきたいと思います。クライアントさんで、開業初期ないしは1年以内ぐらいの方っていうのは、起業っていうことから言うと、よちよち歩きの状態の方がいらっしゃるわけなんですけれども、そういう方たちに共通する悩みっていうことっていうか、行動の傾向と言えばいいでしょうか。はい、よく迷うんですよよく迷う。その全体が見えている私からするとですね、迷ってる意味がわからないっていうような状態の時とかがあるので、そういうタイプの方の思考の特徴と、あとそれをどうやって打破したらいいのっていうことをですね、ちょっと私の経験からも含めてお伝えをしようかなというふうに思って今回の、テーマを決めさせていただきました。なのでなかなか迷って前に進めないとかですね、これは一体どういうことなんだろうかみたいなのを考えるタイプの人には、ちょっと必要な内容かなっていうふうに思ってますので、そんなイメージで聞いていただければと思います。はい、ということでじゃあ本題に入っていきたいと思います。まずですね、タイトルの中に答えはズバリ書いてあるんですけれども、結果、教室集客で結果を出したいんだったら質より量なんですよ、まず開業初期は。でそれをたくさんこなすことによって質が変わっていっていいものになって、少ない量でも質がいいから、それで集客の成果が出やすいみたいな状態になっていくので、まず質より量なんですよね。まずこれを知っててほしいんです。で質より量っていうことは悩む必要がないということになります。まず言ってしまうと、で悩んでる人の、話を聞くと、大体何個か傾向はあるんですけれども、一つ目がそうですね、例えばこんなことを考えてるんですけど、これがうまくいくかどうかわからないから悩んじゃって動けないですとかっていう人とかねいるんですけど、これおかしいんですよ。悩んでても答えは出ないんですよ。悩むより動いてダメなんだとか分かるとかっていうことが大事なので、特に女性の傾向なのかもしれないですけど、ダメなんだが分かるのが嫌みたいです。イコール自分の中で失敗っていうふうに捉えられちゃうからなんですけれども、いやダメかどうかすら分からない状態の方がダメって分かった人よりできてないっていうことが分かってないですよ。何にもやってないっていう人は何かやった人よりもはるかにできてない人ですからね。ここ勘違いしては困るんですけど、失敗してない私ってすごいじゃないんですよ。失敗したこの人は失敗したっていう行動の結果が出てるんで、どちらがすごいかって失敗した人の方がすごいんですよ。動いたから、頭の中で考えていてうまくいくかどうかわからないからできないんですって言ってることの方がはるかに何もやってないことになってるので、ダメなんですよ。でこういう人は要は失敗するっていう自分を見たくないっていうのと、その時間は無駄っていうのを自分で自覚したくないから動かないっていう論理が成り立ってるっぽいんですけど、成果がうまくいく、成果、結果を出しているのは動いた人です。誰よりもたくさん動いた人がだいたい結果出してます。なぜならばできない道もいっぱい知ってるから、できるものを探して引き当てて掴み取る力があるからです。はい、だからそれをやるためには当てずっぽでもいいから当てていかないといけないんですよ。ということは勘が鈍いんですね、開業初期って。私が例えばコンサルでついてる場合には当たる確率が高い方法は教えます。だけど動かないと当てにいけないから、結局質より量が開業初期は必要になるんですよね。でその量を出してきてデータが出てくると、うまく当たりやすい質の方に寄せていくことができるけど、データがないとできないんですよね。はい、だから最初は量が必要になります。その段においては躊躇はいらないということになります。で一つ目の人は迷っちゃって動けないっていうタイプの人は
そもそも行動してないから開業初期は質より量だから質を考えてもしょうがないんです。ある程度ここ正しいよねっていう方向に向かってガーッと突き進むっていうのが必要なのがまず1点目なんです、質より量っていうテーマで言うと。で2点目がなんていうんですかね、それが本当にうまくいくかわからないから保険をかけたがるタイプの人、これをやってくださいって言ってるのにこの方法だとどうかなとか、こっちも実はやってみたかったことだったんだよねみたいな、そもそも一個も結果が出てない人はそこに手を出しても全部結果が出ないので、最低一個は結果出しましょうっていうことなんですよ。最低1個で1個結果出すためにはまた最初に言ったことと同じで質より量なんですよ。量をこなすっていうことで1個結果を手に入れることができたら、同じやり方で気になってた2つ目3つ目をやるのは OK なんですよ、やり方が分かってるから。私は大概そうしてます。1個成果をまず出すっていうことをやって、それを水平展開、これも同じやり方でいけるか、同じやり方ではダメなんだ、そうか、じゃあ違うやり方でやるか、これで2つの経験値がなりますよね。この2つをやった上で次3つ目新しいことをやるときに、この2つのうち成功確率が高そうなのを当てに行きます。あ、違うんだ今回のケースは、じゃあ今度こっちか、これでやってみようか、この2つ目のやつで、あ、これも違う、あ、で言って探し当てた3つ目のやり方、これで3個の授業が成り立っていきます。4個目また新しいことをやります。この3つ当てに行きます。違うタイプが違う、また新しいやり方でやんなきゃ、これで4つ目のスキルがなります。そうすると5個目6個目になってくると、だいたいこのあたりの組み合わせとか勘どころが上手になってくるので、一発で当てに行けるようになったりとかしている。まあそんなのを何個も何個も私やってるので、授業が当たる確率が高くなってるのは当てにいってるからです。でそれは質が上がってきてるけど、手探りの時は量で正解を探しに行くっていうことをやってるので、開業初期の人はまず自分の立場がそういう状態なんだっていうのを理解しなきゃいけなくて、迷ってる場合じゃなくて、一個は必ず正解と成功を引き当てようっていうことなんですよ。でそれまでは脇見振らない脇見振らない、脇見振っていいのは1個目がうまくいって2個目を水平展開したい人、3個目を水平展開した人、この人はやっても大丈夫で、さらにそのスキルが身についてきて何個も打ち手があって大丈夫っていう状態ができるようになったら、同時に一気にやっても大丈夫です。ただしこの時には時間管理を上手にやらないと全て中途半端になります。なので私は自分のキャパシティっていうのはある程度分かってます。分かっていて負荷を毎年かけ続けてるんですね。今年これができた、だから来年はこれプラスもうあとチャレンジ目標 30% から 40%、まあ、場合によっては 50% のチャレンジ目標を課して圧縮をかけて、だからあれですよ、筋肉トレーニングですね、アスリートのなんか負荷をかけるじゃないですか、高地トレーニングみたいなのとか、なんかこう重たいものを持ってふっと軽くなるとすごい走れるようになるとか、そんな感じですね。だから負荷を 30-40% かけてその年またやる目標あって、それをどうやってこなすかを頑張るとまた筋肉がつくから、翌年また負荷をかけて、これを毎年毎年ずっと起業当初からやっていって、まあ、今年11年目になるんですけど、ゼロだった頃の私より今の私は相当処理速度が速くなっていますし、当てに行くことができる確率が高くなってます。それは量をすっごく動いたから、経験値が単純にできてるんですよ。だから量動くっていうことはうまくいかないこと、外に見えてないうまくいってないこととかもたくさんあります。当然あれこれ失敗かみたいな、ただそれが皆さんが気づかないのが、あまりにも早く動き、あまりにもうまくいかない結果が出るのが早くて、すぐに撤退してるから全てがうまくいってるように見えてるだけです。はい、行動量と活動量は皆さんの皆さんって誰と比べていいのかあれなんですけど、いわゆる私のクライアントさんレベルの10倍から20倍の速度で動いてます。はい、頭とかいつでもフル稼働してますしね。だからその私のように動けとは言わないです。ただ結果を出したいんだったら躊躇したり迷ってる暇がないっていうことなので、その思考は
捨てましょうっていう形です。やるって決めたらやる、そして脇身を振らない、まずは1個成功をつかみ取る。で当然撤退とかも必要なんですよ。ただしこれはやりきった人だけです。撤退していいのはやりきったっていうのが、私に例えば報告をくれた時に、ここまでこうしてあしてこうしてこんなにやったんですよ、それでも全然ダメなんですって言ったら、さすがにまあじゃあちょっと方向変えようかっていう話になるんですよ。だけど今までそこまでやりきってもこれ以上ないぐらいやりきりました、もうこれ以上手がないっていうほど活動しまくって、私にじゃあ撤退しましょうかっていうのを言わせた人は一人もいないです。はい、そこまでやりきってですよ。やりきらない状態で、あでもちょっと難しいかなって言ってどうしますかぐらいの話で方向を変えるっていうことをした人はいますけれども、大概私がデータが欲しいほどの量をやってない人がほとんどです。成功曲線って非正比例じゃないんですよ。こういうふうに放物線的な二次曲線的な上がり方するので、私はどこの段階で諦めるのか、もうちょっとこういくのかっていうのを見極めるの結構大変なんですよ。その人にもうちょっとやらせてれば突然こうなる時とかあるから。でも大概分かってるのは、ここの中が大きい事業で成功するとすごい大きいよねっていう事業になるほど、ここが時間かかる時が多かったりします。1年とかで、時代の流れとか人がやってないことを、欲しがられる商品サービスでうまく波に乗ってバッと行く人もいます。ヒントはあげますよ、ヒントはあげるけど、よしってそのタイミングをチャンスとして捉えてガーッと動ける人はやっぱ掴みに行けるからバッと上がりますけれども、そうでない場合に検証にね1年ぐらいかかる場合もあるんですよ。3ヶ月ぐらいで見えちゃう時とかもありますけれどもね。だけど例えば私がこういうふうに動いてくださいっていうお話をした時に、1ヶ月後とかにまたねお話をするんですけど、先月ねどうだったか報告聞かせてくださいって言ったら、いやいろいろ考えてて動けなかったんですとか、家族の用事をやっていて全然できませんでした、いや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 1ヶ月ありますよねっていう世界がある。だからそうするとそこまで一生懸命頑張んなくてもいい領域でやられてるっていうことなので、そういう方はうまくこういうふうにいきたいんですとか言っても、いややらないっていう自分を振り返ろうみたいな形で、ある程度の努力は必要で、好きを仕事にするっていう言葉はとても聞こえはいいんですけれども、もちろんそれは私も推奨するし、すごいマニアックなことをただただ発信し続けてたらマニアックな人が集まりすぎて事業になっちゃったっていうケースもあります。だけど大概はそこまで発信してないじゃないですか。大体マニアックな人でもマニアックなことを家でただ何にも発信しないでやってたら見つけてもらえる確率めちゃめちゃ少ないんですよ。マニアックなことでも私こういうの大好き大好きって言ってそういうの見せたりとかやって発信するからマニアな人が集まってくるっていう状況を作ることができるので、やっぱ発信とかなんやかんややんない、ただそれが大変と思ってやるのか、もう大好きで言いたくてしょうがない、やばいやばいって言ってるのか、その違いですよ。だからどの道に何かしら見てもらえることはやってるから、量はやってるんですよ、絶対的に。なので、開業初期の人でうまくいかないんですっていう時には、大体行動量が足りてない。行動量が足りてない。はい。で、残念なことに本人は動いてると思っている。世の中のレベルを知らないからです。世の中のレベルが上がってたらそれ以上にやらないと目立たないっていうとてもシンプルな法則が分かってなくて、自分の辛さだけで自分が辛いって思っちゃってるけど、世の中のレベルからしたら大したことがないっていうケースがあるんですね。あと悩みの深さもそうです。世の中のレベルからするとそれは悩みのうちに入らないとかっていうケースとかもあったりします。ダブルワークしてる方なんかそうですよね。例えば会社員をやりながら副業でうまくいってその業種の方が立ち上がったら辞めるみたいな
保険取ってるじゃないですか、会社員辞めないっていう。だから時間が少ないのは当然で、その少ない中でどう頑張れるかだから、いや時間がなかったんですっていうのは、いやそもそもダブルでやってるっていう、収入を得ながらやろうっていう、保険取ってるんだから時間がないとか言ってる場合じゃないよねっていう話になっちゃうんですよ。そこは自分が選んだ道。じゃあスパッと辞めたらどうですか。いや収入がないと困ります。いやそれぐらいの決意を持って、激しく売り上げを上げるほどガンガン動くって決めて決意して動けばそれでいいじゃないですかっていう話になっちゃうので、自分でリスクを全く取らないで全てがうまくいくっていうのは、めちゃめちゃ大金持ちで時間もお金もある人だったらできます。でも大概そういう人っていないので、多分何かしらの環境、時間の制限がある、家族がここはダメだと言っている、お金がないとかね、まあ、いろんな制限の中で皆さん生まれ持ってる状況が違うんですよ。生まれ持ってる状況は違うけど、その中で頑張っていくっていうのを決めたから、唯一平等に許されているのが、行動をできる量を作るのは自分であるっていうことは、誰にでも平等に許されていることです。まあ、時間がないっていうことは、いろんな状況で時間がないんですよ。家庭がとか言って言って、でも、まあすごいすごい、なんかもうしょうもない話しますよ。家庭がって言ってるってことは、結婚しなかったらいいじゃんっていう選択肢もずいぶん前にあったはずなんですよ。すごいすごいこと言ってますよ。子供がって言ったら、子供を産まない選択肢だってあったんですよ、昔にね。でも産んで家庭を作り、その中で頑張っていくって自分が決めてるわけですよ。だから夫がなんか反対するとか、子供がいるからできないとかいうのも、全部自分が選んだ道の結果、今の自分ができてるわけだから、それを丸ごと引き受けて、できる限りのことをやらないといけないじゃないですか。あの人はいいな、時間があるから、いやいや、その人はそういう時間がある生活っていう人生を選んでるから時間があるですよ。じゃあお金がないっていうのはどうなんですか。はい、お金がないっていうのは、確かに親ガチャ的な不幸はありますよ。資産家の家に生まれてれば、お金なんて最初からあってっていう人はいるかもしれない。でも私も全然お金がない家に生まれましたけれども、自分でお金を作るんだって決めて、アルバイトもいろいろやったしっていうことから、まあお仕事もね、当然そのいい自分が行きたいなと思う旅行業とか就職先とかやって、お金を作っ、だんだんお金を作っていくっていう自分になっていって、独立してからもうさらにお金を作ってっていうことを常にそれを繰り返していたので、親の状態とかは関係なく勉強もしたし、お金を作ると決めてお金を作って、働いた働いたっていう感じでしたから、だからそのお金がないっていうのも、言い訳にならないですよね。まあ、私はさすがに草を食べてお腹を満たしたっていうことはないですけど、あまりにも貧しすぎて、なんか家に入っている、ね、雑草の天ぷらとかで食べ しのいだっていう人もいる話を聞いてるから、まあ卵だけ7日間食べてる方がまだマシだったかなっていう感じはしてますけどね。私一応白いご飯があって、卵が1個あって、でも卵かけご飯7日続くのは嫌ですよ、やっぱり。そう、そんな感じなんで、それから比べたら多分皆さんの環境って恵まれてるんじゃないですか。いや、そもそも好きな仕事をやりたいっていうのを追いかけることができてるだけ幸せだっていうことを、やっぱ根本的には気づいた方がいいと思うので、チャレンジをするのをしないようにしてるのは自分なんで、基本的に。はい、だから成果が出ないと思ってる人は、圧倒的に量が足りてないっていうふうに多分思った方がいいです。量がある程度なってくると、世間がざわつき始めたり動きが出るはずなんですよ。で、その量が自分が思ってる量じゃなくて、相対的に比較した時に頭1個2個3個4個飛び出る量が必要っていうことを知ってほしいなと思って、今日はそんな話をしてみました。はい、じゃあまとめに入ります。開業初期の教室集客、結果を出すなら質より量、量は相対評価の中で頭が4個5個ぐらい飛び出るぐらいの量が必要ということです。なので、選んだ業界領域がライバルが多すぎるところで戦うとご自身が決めたら、それだけの量が必要になると思って努力するしかない。楽なとこで戦いたかったら、楽なところを探すという努力もしなくちゃいけない。まあ、どっちにしても努力が必要になったりしますけどね。はい、そんな感じです。よろしくお願いします。それでは。